し。はい、皆さん、明けましておめでとうございます。エビさんは今向かっているところらしいんで、それまで僕がバツナギということで行きますよ。エビさんはちゃんと新年一発目の高峰の狙いが、まさかの俺っていう、ちょっと緊急事態なんですけど、まあ、今日はニコ生2回目なんで、いつもよりは喋れると思うんで僕今日2回目っすよ。さっき2時頃にグループのやつで出てってからのこれなんで、全然寝落ちじゃないんで。あ、そうっすよ、鼻が曲がった事件のことっすよ。そう一回家帰ってたんで、まあなんとかあれなんですけど、今日2回目のニコ生、ここ来て一旦帰ってまたここに来るっていうイブさん来るんで、それまで。あ、ありがとうございます。成人のやつ、そうですね、僕今年成人式やってたんで、無事成人式を終えて、でさっきの放送を見た人は俺が成人式で何があったのかっていうのを多分お分かりいただいていると思うんで皆さん明けましておめでとうございます。なんか年末最後のやつも俺が出て、一発目も俺が出るっていうすんごいね、重要人物みたいになってるんですけど、まあ今年も高みの狙いやっていくと思うんで、まあ僕以外にもいろいろゲスト来たりとか、イブさん一人の放送もあると思うんで困った時の俺はもう全然。あきみさんっすか、あきみさんはもしかしたら来るかも、今年中に来るかもせっかくだからオープニング、これオープニングいきますか。準レギュラー、そうですね、なんかもう準レギュラーみたいになってるっすね。もうなんか全然俺は嬉しいんですけどね、こうやって出させていただいていることがそうですね、狙いをやってみよう。これはオープニング行った方がいいですかね。高峰来るまで歌ってやれ。ちょっと僕あれですね、歌はオープニングの振りやってみて、オープニング行こう。これはもうちょいオープニングまでは時間があるみたいですかね。空前絶後の古くない？それはちょっと何話しましょうね。イブさん来るまで、空前絶後の高みを狙え。ちょっと僕も見てないとこがあるんでどういうことをやってるんで。あ、じゃあオープニングいってみますか。じゃあ空前絶後の高峰を狙え。空前絶後じゃなかったですね。そうですね。じゃあちょっとイブさんいないんで、ちょっと告知ちょっと最初にやっておきましょうかね。明日1月16日入店祭するんでいきなり告知、イブさんいないんで、イブさんいたらちょっとできないかもしれない、いきなりですけど、明日僕と信行と春とレオの合同入店祭するんで、一応
僕はなんか新人っていうか、一応僕オープンからいるんで別にしなくてもいいんじゃないみたいな話だったんですけど、なんかするみたいな言われて、あもうぜひみたいな。なんで僕初めてのイベントなんでめちゃめちゃ1週間くらい前からも緊張してて、お茶引かねえかなみたいなあれなんですけど、まあ一応僕がラストに取る予定なんで、他の3人に負けずに僕が、そうですね、先月ナンバー入りやっとして、まあ、この調子で今年も1月からぶっ放していきたいってとこで、入店さえさせていただくんで、まあいい感じにはなってですね、そうですね、鼻直せるですね、鼻ちょっと曲がってるんで、あんまなんか画面越しには分かんないと思うんですけど、まあ、実際見てみたらちょっと曲がってる感じで、全然やっぱり金遣いって変わる、いやそんな変わんないですよ、僕結構僕貯める派なんで、あんまりバーって使うあれじゃないって。 M さん来ますよM さん絶対来る、来なかったら僕は最後あのグイグイして終わるで、ひなたを狙い、俺の番組になっちゃって、接客中鼻ばっか気にし、いや案外気にしちゃうんですよね、まだ一応まだなんかダウンタイム中みたいなので、やっぱ半年から1年ぐらいかかるんで、自分ではあんま気にしないようにはしてるんですけど、やっぱ気にしちゃうっすね、仕事に。まあそうですね、仕事に鼻に気遣いつつ仕事もしてる感じですねいや枕営業してないです枕営業はしてないし、逆にしてたとしても言えない、一応そうなのいやまあする時がいつか来るかもしれないですけど、もう俺もねいろんなことを試してる途中なんでまあとりあえず明日合同入店さんあるんで、ぜひ初回し見てる方、初回指名でも何でも来てください。僕はもう来ていただけるだけでめちゃめちゃ嬉しいんで、初回指名はね1万円ですね、1万円で、で僕の場合は3000円でもできるんで、よかったらあのまたプランが飲めるものとか変わってくるんですけど、僕の場合まだ3000円でも初回指名できるんで、もう日向割引みたいな感じなんで、日向割引で3000円、俺の場合は初回指名3000円とかできる、イブさんになっちゃうとちょっと1万円なんですけど、まあ、僕の場合は1万円でもできるし3000円でもできるんで、もうぜひ明日初回指名でもぜひ行ってもらったら、そうですね、まあ、LINE とか Twitter で DM 送ってもらったら全然僕も返すんで、よろしくお願いします。成人式ですか、成人式僕鳥取出身なんですけど、3日だって成人式が、他のところよりちょっと早いんですけど、まあ成人式って上ってなって鼻曲げられるっていう最悪な成人式だったんですけど、まあ、僕ヘルプつきますよ、ぜひ来ていただいたら全然ヘルプでもいっぱい飲むんで、ぜひ行ってください。砂丘、そうですね、砂丘ですね、砂丘ランマさんは分かんないですね、多分鳥取ではないと思うんですけど、あんま絡みがないんで、鳥取も成人式時間かな、俺ね、なんか一応式には出たんだけど途中で逃げて、なんかみんなでプリクラ撮り行ったんですよね、なんかもう記念だからみたいな言って、ランマさんも鳥取なんですか、それ初知りなんですけど、鳥取って分かってたらなんかもうちょい、あ、徳島全然違うやん、ちょっと近いけど違うよ全然、鳥取なんかあんま俺歌舞伎って鳥取出身のホストっていうのは会ったことがないし、なんかお客さんもなんかあまり鳥取出身なのみたいな、俺一人しか見たことない、会ったことがない、鳥取出身なんですよみたいな、みたいなはなくて、まあこれ見てくれてる鳥取出身の方がいたらぜひ来てください。鳥取はあんま聞かないですよね、あんまり、なんかやっぱ
東北の方とかよく聞くんですけど、やっぱ鳥取って案外こもっちゃうんでね、鳥取は。ローランドは鳥取、いや鳥取じゃないと思うんですよね、多分。いや多分ローランドさんは鳥取じゃないです。東北系多いですね、やっぱ話したら。やっぱ上の方が多いですね。下の方の人だったらやっぱ九州とかが多いですね。あとは、まあ、関東、うん、関東の人とかあんま中国地方はいないですね。岡山とかだったらいるっすけど、まあ、岡山で有名な人だったら五層さんとかが岡山だったら有名で、岡山山口らへんはいるんですけど、あんまり鳥取島根とかは聞かないですね。まあ、鳥取なんもないんで、なんか俺が上京する前はスタバが1個でセブンも1個だったんですけど、俺が冬年末年始帰った時にはスタバも3つぐらいできてて、でセブンもなんか3つぐらい拡大移転してて、えマジかみたいな。別に行くこともないなかったですけど、あ一応セブンには行ってちょっと買い物したかなぐらいですね。もう田舎はなんもないですよ。もう僕の実家の周りなんか田んぼと川しかないんで、全然なんも、超田舎、一番近いコンビニでも車で5分かかるとか、クソ田舎なんで。あ鳥取カニっすよ。カニは境港ってとこが、ゲゲゲの鬼太郎とかそういうのが有名なとこがあるんで、そこはカニが有名ですね。僕が住んでるとこはちょっと兵庫寄りなんで、あ、鳥取海綺麗なんですよ。海面してるんで、鳥取の海めちゃめちゃ、海はどっち、日本海側っすね、上の方、日本海側の海でめちゃめちゃ綺麗な海があって、そこを僕地元の時はよく友達と遊び行ったりしてたっすね。夏になると、冬とかなんか行こうって言われるとやっぱ寒いんで、めちゃめちゃ雪めちゃめちゃ降るし、まあ確かに波は荒いっす、ちょっと。え、鳥取じゃないの？え、そうなの？俺、日本一は鳥取の砂丘だと思ってたけど、砂丘はね、寒いね、めちゃめちゃ。めちゃめちゃ寒いですね、冬は。冬はめちゃめちゃ寒いですね。そうですね。だけど、やっぱ夏に行くのが一番いいですね。なんか、去年の夏になんか流星群が見えるみたいな時があって、その時にさっき言ってレジャーシート引いて男友達3人と見てたっていうなんか本当はなんか彼女とかと見たかったって、その時全然いなかったんで、彼女なんか顔も全然あれだって、顔結構不細工だった。でイブさんは多分最後の5分前くらいイブさん来ますよ絶対。あと俺がさっき電話したらあと10分ぐらい来るとか言ってたんで、まあイブさんも多分いろいろあって忙しいかもしれないし、僕はもう全然暇してるんでそうですよね、もう10分超えてるんですけど、まあ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 10分経ったし、いや来ると思うんで、来なかったら僕がただの虚言野郎だったっていうことになるんでそうですね、もう15分くらいだったんですね。なんか毎回なんかニコ生出てって言われた時に30分、うわ長いなと思うんですけど、なんか案外喋ってみたら全然もうすぐ15分経って20分経って25分経って、あれもうあと30秒みたいな感じになるんで、やっぱ楽しいとすぐ時間経つんですね、これが来なかったら来週裸で本、それはやばいじゃないですか、イブさんが丸裸、みんな優しいですよ。エレナーエースの授業みんな優しいんで、逆に俺が今回来なかったんで、ちょっと裸で次放送してくださいって言われたら、イブさんもあってなると思うんで、そこはもう来週も僕出させてくださいぐらいの勢いで、あいいんじゃないですか、来週シナモンのコスプレ、全然罰ゲーム感ではないですけど、いやなんか一回あったみたいですね、そのコスプレで放送してた時が。この時期に裸はきついっすよ、普通に。もう今日ここ来るまでめちゃめちゃ寒くて、俺も
あ、俺が切るの？シナモン。俺多分体大きいからこうパツパツなるかもしんないじゃあとりあえず CM 行きましょう。はい。ですけど人間じゃないですか。アウ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 。いやでも人間アウ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 。よっ、イブさんは来てません、まだまだ来てませんそうですね、なんか今日は高峰を狙いじゃなくて日向を狙いになりそう新年一発目からやば10分って、あー10分、うーん、そうだね、嘘つくっていうか僕も多分10分くらいかなと思って、僕のちょっと悪い部分もあったんで、それは僕もイブさんね、まあ、イブさんもいろいろあるみたいで、僕は怒んないですよ全然、イブさんには、リクにお世話になってる方なんで。そうですね、まあ明日はまた告知ですけど明日は俺らの入店祭で、24日はあのお客様感謝デーってことで、飲み放題イベントやってるんで、多分飲み放題だと来やすいと思うんで、ぜひ来てください。待ってるんで、僕のまあイブさん指名のお客さんでも僕が全然ヘルついてガンガン飲むんで、最近なんか鼻整形してからあんまりなんか酔わないようにしてるとか、ちょっと自分で勝手にセーブ買ってるとかあるんで、もう久しぶりにベロベロなるまで酔いたいんで、ぜひ僕にガンガンその24日の飲み放題の時は飲ませてください。明日もあのイベントなんで、僕全然ヘルプも回るんで、まあ、いつも回ってるんですけどヘルプも回るし、ちょっと盛り上げていこうと思ってる明日はメインになって、一番なんか歴も長いし俺が頑張らないとなってとこもあるんで、あ、まあ俺先弱いっすよ多分酔って鼻ぶつけて次放送行った時は鼻もがっつりクイッてもらってるか、手術してマスクで出てるかみたいな。そうですね、この間ちょくちょくなんかやばい時は途中で消える、でコールで参加するみたいな。おはようございます、ごめんなさい、ああ。やばいやばい、もうじゃあ、それ起こしてもらったらよかった。あ、出てたっすか。はい、今メロンソーダ。あ、メロンソーダっすか。違う、おはようございます。何分ない、今50分。なんか福頃、いやもう向かってくる途中にね、もうこけまくってこけまくってこけてやばいやばいやばい。そう、日向がね殴られたように俺もね、もうやばかった。やられたっすか。いや、初めてじゃないですか、こんな20分経過は。ああ、ねえやばい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 。今日は間に合わせにした、バイト高め。ねえ、悲しみから復活。今日は日向を、20分間日向を狙いでした。やばいやばい。てか、次、俺めちゃくちゃあれやる、必
悲しみあった？あ、日向の話これ。あ、僕今日ニコ生2回目なんですよ。うん、2時頃で出て、うん、で、まあ場所公開したい。あ、くっついですか。あ、はい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 、乾杯しますか。じゃあいただきます。乾杯。はいはい、です。何してたの今日は。僕ですか。僕はもう、いや、始まってから。始まってからですか。始まってからあのイブさんにちょっと告知してたっすね、明日の。あーな、あ、明日やもんね。明日の告知してたっすもん、させてもらってました。明日やもんね。もう明日なんで、僕初イベントなんで。そうだね、めちゃめちゃ緊張してるんですけど。確かに。いけそうっすか、明日は。明日っすか。一応まあ、ラスト狙ってますけど。うわー、もしかしたらイブさんにやられるかもしれない。俺はそんなことしてない。アイカリー、アイカリー、アイカさん、アイカさん、そう、イブね、髪色ね、シルバーになりました。ね、あ、アイカリーがね、アイカさんが潰しにかかってくるんで、僕たちを。相変わらずイケメン。いや、もうちょっとね、メイクしてたらもうちょっとかっこいいんですよ。そう、服ももうくちゃくちゃやし。よし、伸ばしとこ。皆さん、あえて、あえてじゃない、改めまして。明けまして。明けましておめでとうございます。去年もね、たくさんお世話になりました。そして、ね、番組を、可愛がってくれてありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんどんなお正月をお過ごしでしたでしょうか。そうですね、どうでしたお正月は。俺ね、俺その時一緒にいたもう地元のなんか相棒みたいな友達がいて、はいはいはい、そいつが1月1日が誕生日で、めちゃめちゃ縁起がいい。その友達と一緒にいた時にね、カウントダウンしながら友達の誕生日を迎えて。そうですよね。そっから友達と初詣に行き、はいはいはい、大吉を引いて。お、ちなみに僕は中吉でした。おお、まあ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 、ぼち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 のあれで。そしてね、まあまあまあ、でその後家族と一緒にみたいな。あ、なんかあんまり家族で集まることなくて、俺実家帰ってもいつも大体友達の家に実家に一瞬顔出すぐらいで、でだけどこうお姉ちゃん妹俺、うん、お父さんの4人で居酒屋行って。あ、家族で居酒屋ですか。みんなでお酒飲みながら話したんだけどね。いいですね。いや、たまにはいいね。そうですよね、あんま離れてると家族でお酒飲むことがない。そうそうそう。でもやっぱりお父さんもすごい嬉しそうで。ああ、やっぱそうっすか。そう、なんかたまには料理作ってみんなでこう鍋でも食べようかなと思ったんだけど。ああ、そうっすね。俺の地元マジでめっちゃ田舎だから、スーパーがね、もう8時とかにね、閉まっちゃったんだよ、ね、7時とか。そう、年末年始。そう、年末年始だから。だからなんもなくて、マジで。はいはい、普通に居酒屋行ってみたいな、そんな感じでしたね。はい、で、あとお母さんに米軍の彼氏がいるんですけど、デイビッドっていう。ちょっとね、米軍っすか。米軍、米軍っすか。なかなか、ね、なんか去年ぐらいからなんだけど、はいはい、なんか俺が青森の駅に着いてお母さんに迎え来るように頼んでた。はい、それでなんか見たこともないスポーツカーみたいなお母さんがブーンって来てさ、はい、これじゃねえだろうなと思ったらお母さんが出てきて、いや誰の車で来たんだろうと思ったら、そんなにガチャって開けて、こんなドラゴンボールみたいなやつがいいですか。もうね、これをね、みんなにもね、見てほしいんだよね。で、え、何人なのって聞いたら、ジャメイカーっつってたよ。うん、ドドリアさん。ちょっとね、わかるかな。あ、ちょっとこうしたらいいのかな。これね、お母さんのね、デイビッドなんですけどね。ごめんね、デイビッド。これデイビッド晒してますよ。デイビッドすごくない？お母さんの彼氏すごいよね。まあ、足がね、いや違う、これ丸いんじゃなくて筋肉がもうつきすぎて、もうやばいでしょ。しかもで、そのお母さんが俺の彼氏が俺のワボリを見てさ、はい、わーすごいかっこいいみたいな。俺も入れたい、俺も入れたいみたいな感じになって、あ、入れたらいいと思うよって言われてさ、はい、だいたいこう入れてみて、ぼかしとか入ったらこういうとこ黒いんですよね、大体ね、はいはいはい、こういうとこ黒いんですけど、もうジャマイカは真っ黒クロスケやから、ぼかしとか入れてもようわからん、わかんねえみたいな、ようわからん、へー、全部がぼかしみたいな。真っ黒でちょっとなんか
マリファナ大好きではないと思う。やばかったね、マジで。マリファナ大好き。でもね、ですごいこんないかついのに、黒人って顔はすごい可愛くて。ああ。そう。で、なんかね、めっちゃやっぱ米軍だからご飯食うの。ああ、やっぱ俺のお母さんとかのこう、母国の料理を食べて、なんか、あのね、デイビッドは白米、こんな丼みたいなのに焼肉のタレドボボボボボってめっちゃめえめえって食ってる。焼肉のタレですかけるもんじゃないですけどね。でも美味しくない、ちっちゃい時やんなかった。あ、やったっす。なんか肉のちょっと残ったやつとちょっとそのドボドボお茶漬けみたいになるじゃないですか。早いな、あと5分か。あと5分ですか、早いですね。楽しい時間を過ぎるの早いですね。そうですね、ね。早かった、30分早いっしょ。早いです。長いなと思って、何回もすぐ経つんですけど。じゃあそんな皆さん、俺を見てる皆さん、今年の抱負は何ですか？ちょ、メロンソーダ飲むよ。メロンソーダ。皆さん、今年の抱負は？私らに来るの？いや、一応ね、さ、最終的に俺たちが可愛いと、小太鼓。NOS に行くこと、素晴らしい。素晴らしい。ありがとうございます。ぜひお願いします。ぜひ来てください。一攫千金？わかる。あとは？あとは芸能アイスに来て、イブさんか俺に。君は遅刻しないことね。そうだね。ハントと喧嘩しないこと。まあね、喧嘩っていろいろあると思うんですけど、ね、まあ確かに思いやりを持ってお互い接してればね。そうですね、喧嘩も喧嘩でないと思います。いい喧嘩だったりですけどね。いい喧嘩だったりですけどね。お互いのことを思ってことで。ホスクラに行かないこと。いやそれはやめた方がいいと思う。ぜひ、ぜひ。ぜひ、これからも。これからも。生き続けてください。はい。やっぱ中途半端にね、続けたらよくないけど、最後までやり抜いたらきっと何かにはなるよ。最後にね。多分いいことが待ってると思う。もしかしたら担当がお店を出すっつって、じゃあ、出資者になってくれ、オーナーになってくれっつって最終的には一攫千金するかもしれない。そうですね、もしかしたら。そうだよ。僕の今年の抱負は遅刻しないこと。エルノアエースに、最強のイブ帝国を作り上げること。言ってましたね。はい、日向君どうぞ。はい、僕の抱負はそうですね、まあ一番の今年の抱負はイブさんを倒してナンバーワンを取ることですね。一番はおイブさん通して、はい、ナンバーワン。てことで、はい、年始からね、ちょっとおっちょこちょいな僕なんですけど、本当にマジで100万払っても遅刻しない体を手に入れたいと思ってるぐらいなんでね、はい、皆さん、遅刻しないように頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。歌舞伎町にいる皆さん、こんにちは、ゆってぃでーす。アンタッチャブル柴田です。よろしくお願いします。なんで僕が言うの。アプリフレッシュ内のナイトチューブチャンネルにて毎月第4金曜日放送ネオからスライデー。番組が盛り上がるための一発芸、よろしくお願いします。どんなに叩いてみたって何にも起こらない。イエーイ、見てねー。